今回は猫ちゃんガチャ3種類をご紹介していきますそれでは1つ目戻りましたスルッとカプセルを2つにしてトーントして出していきますであと1回やってきましたこちらもトーントして出していきますということで1つ目は通勤猫マスコットボールチェーン全6種ラインナップはミケシャムハチワレシロサバトラチャトラの6種類になります で今回出たのは白とサバトラが2ニゃん出ました最初にサバトラ正面後ろちょうどいい感じに釣り皮の中にサバトラ入っちゃっておりますで釣り革の先にはボールチェーンついてます続いて白正面後ろで白も同じように釣り革の中に入っちゃって通勤しておりますで同じようにボールチェーンがついています とということで1つ目は通勤猫マスコットボールチェーンをご紹介しました続いて2つ目戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきますということで2つ目は煮干しらコレクションフィギュア全5種ラインナップはしらすパン煮干しパン給食係しらす腹ペコ煮干し仲良し煮干しらの5種類になります で今回出たのはシラスパンと腹ペコンギ干しが2件出ましたで正面横後ろでまた横でシラスにドンで最初にシラスパン上と下どこから見ても可愛い表情になっておりますんね続いて腹ペコンギ干し上と下お腹減ってるというよりはきょとんとしてる顔しちゃっております 腹ペコギボシにはミルクの器ついてきます。ということで2つ目はギボシラコレクションフィギュアをご紹介しました。それでは続いて3つ目、戻りました。スルッとカプセルを2つにして、ポンとして出していきます。ということで3つ目は花房さくらさんの猫包み、全4種。ラインナップは白、グレー、レ、キジトラの4種類になります。で、今回出たのはワレとキジトラが出ました。で、正面。 横、後ろでまた横で正面向いっどん最初にキジトラ上と下彫刻刀で削ったみたいな造形になっています触り心地もいいですキジトラのお顔も可愛らしいです続いて8割れ上と下8割は下向きになっています反対側から見るとこんな感じ8割の顔もとっても可愛らしいです ということで3つ目は花房さくらさんの猫包みをご紹介しましたとっても可愛らしいので気になった方はお試しくださいということで今回は猫、ね、ちゃんガチャ3選をご紹介してみました気になった商品はありましたでしょうかまた次回もガチャポンをまとめてご紹介したいと思っておりますのでお時間あればご視聴ください